登山機構雑司山西雑司山。移住者が見に来ちゅう。移住者が。ああ、分岐点に小屋があります。小屋のある分岐を右に上がる左は唐池方面。うん、ここ抜けるわ。この神社。うん、この鳥居を。はい、この鳥居を抜けて上に上がります。鉄製の鳥居を抜けると急登が待っている。しばらくは杉林の中をジグザグに登る。はい、峠の分岐点来ました。わあ、緑が綺麗。緑が綺麗です。はい、分岐点。わあ、もみじが綺麗です。分岐点来た。前を見て緑が綺麗、モミジが。やっぱこうモミジ綺麗ね。これ綺麗なね。モミジが綺麗です。大きいブナがいっぱいあります。うわあ、緑が綺麗。すごい緑が綺麗。こういう景色はここへ上がってこない見れるんだよね、下では。下では見えんね。すごい。なんでこの前素晴らしい。枝がくっついております。着いた着いた着いた。
山頂。休憩して800メートル先の西蔵子山を目指す。すごいものやね。天然石所、なんとか通行できた。これ以上取られる。山頂。こんにちは。はい、すみません。山頂は展望なし、休憩して11時唐池を目指す。今から唐池の方へ降ります。ゆっくり行くよ。滑るで。滑ったら、ここでも降りた方が回るよ。はい、お疲れお疲れ、帰ってきました。水の峠からずっと奥へ入ってきた終点の広場、これが水の峠の登山口であります。ねえ、ここ牛がおるね。目言わんで言うた。左がツツジを、右が手箱であります。